ももクロ高木レニ写真集が重版でき、勝因はアラサー女子の憧れの強さ、大人路線にも弾み。桃色クローバー Z 以下ももクロの高木レニ30が29日に初のソロ写真集旧カウ集英社を出版する。6月25日に神奈川ピアアリーナ MM で開催したソロコンサートで発表すると、 Amazon のタレント写真集部門の予約で1位、6月26日7月2日集計となり重版が決定した。高城といえばグループ最年長、昨年11月当時日本ハムファイターズの宇佐美慎吾選手30イコール現在は中日ドラゴンズと2年にわたる交際の末結婚。写真集ではグループがこれまで NG だったビキニ、ランジェリー、入浴シーンを解禁し話題に。ももクロは今年が15周年メモリアルだ。音楽面では8月4日に新曲モノノフ日本フィーチャリング布袋寅泰を配信した。作詞作曲はももクロの代表曲といえる行くぜ、怪盗少女などを手掛けたヒャダインこと前山田健一43、布袋寅泰61とは2012年リリースのシングル「さらば愛しき悲しみたちよ」の作曲編曲を担当していた縁から今回11年ぶりの再タッグとなった。当時のももクロは春は横浜アリーナで 2days ライブ、夏は西武ドーム現米ルーナドームに初進出、秋は日本武道館で 2days、冬は前年に続いて埼玉スーパーアリーナを満員にして、大晦日は念願であった第63回 NHK 紅白歌合戦に初出場。勢いはさらに加速して、13年には日産スタジアムで、14年には旧国立競技場で単独女性アイドルグループ初の公演を達成。AKB48 一強だったガールズグループの歴史を塗り替えた。しかしながら、乃木坂46を中心とした坂道系、NiziU や TWICE、LESSERAFIM といった美貌と抜群のダンススキルを兼ね備えたグローバル女性グループの台頭で、第二次アイドル戦国時代に突入。かつては、モノノフと総称された熱狂ファンが大量流出し、昨夏は恒例のドームライブ、ベルーナドームで空席が目立つほどだった。メンバー最年少も27歳に。メンバー最年少の佐々木彩香も27歳になり、全員がアラサー世代。上昇期を過ぎて人気も安定期に突入したという見方もあるが、若さや勢いだけで通用しなくなり、実売や視聴率、視聴回数がシビアに求められるようになった。それだけに、幸先がいい高木の写真集は、グループにいい影響を与えるだろう、とエンタメライターの伊藤みやびなし氏がこう言う。坂道系や NiziU は、コスメやファッションを真似たいという同世代女性ファンが後押しして、人気が爆発しました。高城さんの写真集は、シチュエーションこそ艶っぽいものの、アラサー女子の憧れ、が強い。ファッション誌感覚で手に取りやすいのも、勝因でしょう。続発するであろう残り3人のプランにも、期待が持てます。7月にスタートしたグループのコンサートツアーは、現時点で6公演すべてが完売。残り6公演もソールドアウトとなれば、大人ももクロ路線にも弾みがつきそうだ。